これだけ存続してきた理由に、会社の大切にしてきた社税があるというふうに伺いました。はいはい、その社税について聞かせてください。この社税は、これはもう一貫して共存共栄、何との共存共栄かというと、地域社会、それからお取引先、それから全てのグループ社員との共存共栄というのは、これはもう創業当時からの我々の創業者の理念ですので、はい、これだけはもう我々は徹底して、今までも守っていきましたし、これからもこれを守っていきたいと思います。簡単な言葉ですけど、やっぱり意味は深いんですよ。はい、もうとにかく共に存在して共に栄えるということなので、はい、そのためにじゃあ何をすればいいかということで、全て判断がこうつきますんでね、はい、どちらか共存共栄を目的にして判断していくと、はい、どっちかが良くてどっちかが悪くなるというのは、これは共存ではないので、やはり我々の仕入れ先、はい、それからお取引先、販売先、はい、全てが良くなるように、それが共存ですから。そのためになんか儲けすぎないとか、はい、儲けすぎないとかいうことじゃなしに、やっぱりどちらも良くなるようにすれば、するためにはどうすればいいかということをすれば、おのずとそれぞれいい知恵が出てきますので、はい、ただこれもお取引先があってね、我々の創業者の教えで売掛金とかも我々が販売先にルーズにやるとする、そうすると今度はこのお取引先も自分の今度は取引先にも集金とかがルーズになる、そういったことがあるので、やはりそれは共存共栄の理念から反するけども、きちんといただくものはいただく、そうすると取引先もきちんとそのルールの中に、入って、やってくれるという、共に栄えるためにはそういったところはシビアになりましょうというのは、これ共存共栄の A の方なので、栄えるためにはその辺のルールはきちんと守りましょうという、地域社会とお取引先とそしてグループ全社員ですか。はいはい、このシンプルな共存共栄というキーワードが100年存続してきた理由なんですね。そうですね、はい、まさしく我々の創業者が、まあ90過ぎまでこの奄美大島の商工会議所会頭でしたん で、はい、で主に自分の事業よりも、もう奄美の復興のためであるとか、そういったことでやっぱりやってたので、その創業者が絶えず言ってるのは、やっぱり奄美にとって何が大事なのかという、奄美が要するに奄美群島と共存するにはどうすればいいのかということを絶えずやっぱり考えて動く人でしたので、そういう意味から我々は全てに共存共栄という言葉を、はい、使うようにしてますし、その理念に沿って行動してます。なるほど。その90過ぎまで商工会議所の会頭、全国最高齢の会頭だったと伺いました。はいはいはい、この創業者有村晴峰創業者のですね、語録がいくつも、はいはいはい、社長のもとに残ってらっしゃると伺いました。はいはいはい、もう本当に会社で厳しくてね、随分怒られたりしたんですけど、はい、特に未来志向で過去の話をするのすごい嫌う人で、昨日までの報告がいらんと、明日から何をするかということをわしに持ってこいという、こと。だから過去を語るの未来を語れというのは口酸っぱく言われましたし、はい、それからね、まあ、本人は90、100近くなるまで毎晩宴会でしたんで、はあ、周りの仲間70歳、80歳なんですよ、経営者が。はいはい、で、お前いくつになったって言うと、ああ、いやいや、会頭、私はもう80になりましたとか言うと、人間が言葉で、年とか仕事でもうと言うなと。もうと言うな、まだと言えと。まだと言う。まだ80じゃないかと。なるほど。俺だってまだ95だよとかね。そういうふうに言ってたんで、我々が、いろんな仕事の報告を求められた時に、はい、もうこれしましたというと、もうじゃないだろうという、まだだろうという形で言われてたんで、まだとなるとまだこれしかしてませんというふうになるか、もっとまだやるべきことが出てくるんだと。だから意識してもうというのはまだと言えと、はあ、いうことは盛んに言われてましたんで、ただやっぱりどうしても出てくるんでね、それは時々やっぱり今でも思い出して、社員にも意識して、もうと言わずにまだと、言おうねということは、自分の戒めも込めて社員にもそれは伝えております。確かにもう
80歳と言われるよりもまだ80歳と言われた方が未来を感じますね。はいはいはい、はあ、面白い逸話がありますよ。88の米寿の時に、はい、奄美市で米寿のお祝いをした、はい、いろんな市会議員なんかがあって、はい、でやっぱりその時の議長さんかなんかが、有村晴峰を100歳までもお元気でとかいうことをしたら、晴峰をストップと言って、挨拶ストップ、なんで君が人の人生を100歳までというふうに切るんだと、そのまでというのは取り消せというふうに、100歳までもお元気でと社交辞令で言ってるのに、だからそういうふうに非常に前向きで敏感で、でしたね。それとか90過ぎて、はい、やはり、奄美群島の存続のための陳情に、奄美群島開発基金という金融機関の、はい、これ政府系の金融機関が奄美群島にあるんですけど、はい、これがやっぱり、存続の危機に瀕している陳情に行ったんです、はい、やっぱり東京がもうすごい大雪で、うん、もう交通も麻痺して、うん、我々の会長も90過ぎてますし、はい、もうみんな心配したわけで、うん、で帰ってきた時に、会長も大変でしたね、東京はもう大雪で大変でしたねって言ったら、本人はいやいやいや、我々みたいな南の島に住んでる人間、あんな雪はめったに見れんよ、はい、楽しかったよっていう、たった一言ですから、あ、やはりこういう具合に物事はやはりポジティブに捉えないといけないんだろうなという感心したことなんかもあります。なるほど、そういう意味でとにかく全てが未来志向で、はい、そういったものをいっぱい教訓を得ました。そういう22歳の時に裸一貫で与論島からこの奄美大島にやってきて、はい、大島紬からスタートした事業が今100周年でこれだけ、ね、21社400億の企業にまで成長されている、その入り口になったのがこの晴峰創業者のそういうポジティブな未来志向が、未来志向ですね、はいはい、この今後ろにたくさん写真とか賞状とかがありますけど、これもほとんど創業者の方が、ね、そうです、もう一台で、はい、もう特筆すべきものはね、ここに名誉町民とか、うん、名誉市民とかいう賞状があるんですけど、はい、まあ与論島の貧しい家に生まれて、うん、要するに与論島では生活ができないという形で、うん、当時の奄美大島にある呉服問屋にでっち奉公で出てきたんですけど、はい、本来であればやっぱり出身島のそういったところの不便さを解消するために海運業に進出をして、各島々の航路開設にも努力したんで、やはり普通は出身地の名誉町民というのが一般的ですが、ありがたいことに大島郡の市町村いろんなところからの名誉町民という形の称号をいただいております。それだけこの群島全体に貢献したということなんですか。そういう形になります、はいはい。